ラーニングコンパスは2015年に立ち上げられた OECD フューチャー・オブ・エデュケーション＆スキルズ s k i l 2030プロジェクトの成果物であり、OECD が2019年5月に公表した学習の枠組みである。OECD のホームページに掲載されている日本語の解約は2018年に公表された中間報告で学びの羅針版と訳していたが、最終報告書では 表題のみ、ラーニングコンパスと訳し、本文中は単に、ラーニングコンパスと訳している。ラシン版を比喩として採用しているのは、生徒が教師の決まりきった指導や指示をそのまま受け入れるのではなく、未知の環境の中で自力で取り組み、責任意識を伴う方法で進むべき道を見出す、必要性を強調する趣旨だとされている。ラーニングコンパスは、 私たちの将来の個々の幸福と社会の幸福に向かうための中核的な目標や要素を言語化することで個々の学習者、教育者、政策立案者、組織の意思決定者といった各段階の様々な人たちが取り組むべきことを方向づけることを目標としている。最終報告書では、ラーニングコンパスを図にして示している。ここでは、 学びの中核的な基盤を中心に据え、その上に、知識、スキル、態度、価値観をはじめとする資質、能力をコンパスの進歩針としておき、学びの中核的な基盤の周りにより良い未来の創造に向けた変革を起こす、コンピテンシーとして新たな価値を創造する力、責任ある行動を取る力、対立やジレンマに対処する力の3つを排す、構成として示されている。 学習者は生徒エージェンシーと共同エージェンシーをもってこのコンパスを活用し見通し行動振り返りのサイクルを回しながら様々な道を選択し2030年の幸せな生活社会を目指すのである。打心板を活用する学習者がどのような姿勢意欲で2030年を目指すかという点で重要であることから生徒エージェンシーは ラーニングコンパスにおける中心的な概念だとされている。日本では平成28年12月、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等についてが中央教育審議会から出され、これを受けて学習指導要領等が改定され、順次実施されつつある。 この答申では何ができるようになるかを重視することを打ち出し、育成すべき資質、能力を知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう力、人間性等の3つの柱で再整理することを求めている。こうしたことから、日本の教育政策の流れと、ラーニングコンパスが示す指針は、方向性を一にしているものだと考えられている。特に、 ラーニングコンパスの生徒エージェンシーは、この学びに向かう力、人間性等に類するものだとされ、文部科学省も学びに向かう力、人間性等を重視するのが世界的な潮流であると積極的に紹介している。ありがとうございます。